イクが入ってますね。はい、こんにちは。一組目の方は結構賑やかで、二組系しっとり系ですね。で、僕はどっちかというとしっとり系、10分持ち時間なんですね。で、2曲っていうのがレギュレーションでこの決まってるんですけど、ちょっと今回はですね、もうレギュレーション無視、僕も楽しみたいですし、2曲やるんですけど、今回このストンドボックスの持ってきました。これ何かっていうと、この足元の黄色いやつ、こういう音が出ます。要はドラムのバスドラみたいな音が。で、これ使ってる人って意外と少ないですね。これ面白いのが、どんなのが出るかっていうと、ちょっと音量下げるけれども、どんなことができますとか、ちょっと驚くかもね。イエーイ、イエーイ、イエーイ、こういうのがこれ実は出る。で、今日はイエイっていう雰囲気ではないんで、これで1曲目はやりたいと思うんですけれども、最初にムスクという曲ですね。僕が年齢がですね、非公開じゃないんではっきり言いますけど、昭和、40年前、西暦1965年。いくつか分かります？分かる？ お母さん同じぐらい、同じぐらいね。金八先生見てました？見てたよね、第一作ね。じゃあ同じです。まあ一つ上です、すいません、53になります。で、おそらく今日出てる方も年齢は私は比較的まあ低い方なのかな、もっと上の方もいますし、まあ僕が公開するわけいかないんでね、年を。ご自分で言うか言わないか分かりませんけども、でもみんなそれぞれ音楽を楽しんでやられてますし、すごくプロ並みにうまい方も一番最後に出てきます。僕もさっきリハーサルで聞かせていただいたんですけど、いや本当うまいね。僕はもう脱帽というかですね、うまいっすよ、マジうまい、びっくりした。これ一番最後まで聞いてってください。僕ら拙いですから席立たないようにね、一番最後大トリ完璧ですから。で、あと女性がですね、3組、ごめんなさい、3人組の子が1組、この子たちも歌うまい。うまいっすよね。はいはいはい、名前はちょっとね、僕、今日初めてお会いしたんで、わかんないんですけど、これ、綺麗なコーラスだった。まあ、今回、全員おじさんなんですよ。こう白髪交じりのおじさんなんですけど、T シャツかっこいいでしょ、これ。これね、あそこ、GU で買った。そう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 、知ってますね。でもね、最近ユニクロが今度フェンダーの T シャツを作って、フェンダーの T シャツはユニクロで売ってます。俺何言ってんだよ。今日はそういうことで、1曲目はムスクという曲で、ちょうど生まれが僕らの時オカサーファーが流行っててですね、サーフィンっていうとみんな例えばコインローファーだったりファーランドズボンだったり、今若い人分かんないだろうけど、で香水をこうムスクつけるわけですよ。お分かりですよね、ムスクってね。で海辺とか夏 のサンオイルの時期って必ずね、どこ行ってもムスクの匂いがするんですよ。それが僕の年代の、夏のイメージ。だそういう題名にのっとって実はムスクという曲を作ります。で、2曲目はですね、ちょっと昼間のイメージとは違って夜の海のイメージで作ってみたんで、まあ拙い歌ですけどね、10分程度ですけどお付き合いいただければありがたいなと思います。1曲目はムスクという曲をお送りします。
しか出てこない。はい、ちょっと歌舞伎化していただきます。なんか今の時期だと中部さんとかね、中部の前田さんとかが夏のイメージで、今になると一生懸命テレビ見ても前田さんとか、あとはワニマバンドだとワニマさんとか、そういうのが夏のイメージでフェスとかやってますけどね。僕の年齢のイメージはこういう感じの曲。車に乗っかりながら彼女が隣にいて、海に向かうとか海に帰るとか、そういった時にこう想定した感じですね。だからどうしても曲を作ってても昔のイメージの感じになってしまうのかなと思います。で2曲目がですね、これはちょっともう相反して静かな曲です。で使う機材もですね、もう一人持ってきたのが、この銀色のちっちゃい箱があって、これ何かっていうと、ルーパーとかグローブループとかループステーションって言われるもんで、アーティストさんで誰が使ってるかっていうと、超一流の人、何かというとエド・シーランさん。エド・シーランはこれをフルに使って、1本しかギターが鳴ってないのに3本も4本も鳴ってるように聞こえる。まあボーカルも含めて3本も4本も。うん？あ、実はこれね入らないんですよ。フットスイッチのやつは同じこと考えたんですけど、おっしゃる通りにこれね出る一方で入力がないんですよ、このストンプは。だから通常のストンプだとインオフあるんで、そうできるんですけど、そうだそうです。詳しいね。来年出ますか？待ってるよ。一緒にやる？いいね、楽しいじゃないですか。で、まあ変な話それちゃいましたけど、でこれはもう1曲目で扱った。ループステーションって同じ曲がぐるぐる回るようになってます。で、まだ僕がこれ買って1ヶ月なんで慣れてないんですよ。
体で覚えるのが大変、タイミングだとか、このストップもそうですけど、足踏みながらギター弾いて歌うっていうのはね、結構な能力いります、実は。簡単そうに見えるんだけど、意外とこれ難しいんですね。で、僕も死ぬほど練習して、今日なんとかリズムあったかなっていうレベル。これもまだ1回に使って、もうちょっと練習してね、上手くなりたいと思いますけど。で、このループステーション、使います。これだと、前もって僕のこのギターで違うフレーズを入れ込んであります。で、ボタンを押すと、それがずっと再生されます。そうすると、どういうことが起きるかというと、1本のギターなのに2本で弾いてるように聞こえます。そういった感じのものはね、ちょっと、まあ、機材オタクなんで僕は自称変態って言ってるんですけど、機材オタクですから、ただこういうのを使ってるのはエド・シーランさんとか、あとは田島隆夫さんって知ってます？ジャズ系の。接吻とか歌ってた人、田島隆夫さん。あの人は僕のやってるスタイルをそのままやってます。っていうのは、僕が真似てんですよ。ね、僕に合わせてんじゃない、向こうが。田島さんのスタイルはストンプとループステーションと、あと足にこっちにタンバリンつけて、タンバリン踏んでる。もう大道芸に近いんですけど、それを見てちょっと真似したいなと思って。2曲目はね、ちょっとそういう形で、しっとりめで気に入っていただければありがたいんですけど、題名がですね、引き潮に月の明かり、夜の海をイメージして作りました。まあ、聞いていただければ、なんとなく雰囲気はね、分かっていただければと思いますんでね、お送りしたいと思います。引き潮に、はい、ちょっと失礼しました。引き潮に月の明かりという曲をお送りします。
ありがとうございました。